頭がイカれた大人たち、かっこ16歳以上の皆さん、そして良い子の皆さん、今晩ご飯何食べた？今日の僕の壊れ具合はどうでしょうか？まだ全然物足りない？ならこの BGM を僕と一緒にビャッビャッビャッビャ言って一緒に壊れてみないかい？せーの、ビュレ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 。ちょっと真面目にやるわ。ちょっと今日気持ちよろしいね。はい、それじゃあ本編入っていくよ。どうもビアキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ロックンロールスターということで、ロックンロールとスターをかけてるんだろうね、きっと。で、このコースで見つけた経緯をちょっと聞いてほしいんだけど、騙しコースを作る天才たちが集まったあのワゴンというチーム、そのワゴンさんが唯一いいねをしてたトロールコースなんだよね。ワゴンファンの僕としては絶対にやらなくちゃいけないと思ってこのコースを選びました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.31%。 こんなにクリア率が低いトロールコースは初めてするかもしんないね。かなり殺伐としてると思うよ。まあ言うてもトロールコースだからな、3時間かかっても4時間かかっても必ずクリアしてみせるさ。なんだ左のフラワーは、あんな甘い蜜を吸わせるような場所に出てきやがって。花だけに蜜が出てきてるっていうことかい？罠という蜜がな。開幕フラワー様、あんな安い挑発に乗るな、ビオキング。こんなの誰だって罠だっていうことはわかるじゃないかい。もうやめていいっすか。クリア率が 0.31% っていう時点でね、僕のメンタルは始める前からやられてんのよ。絶対ぶつけるでしょ、ここ。すぐ右に行く。くじめる植物。ブルバッバッバッバブーン、キノコで取るよ。はっきり言おう、初見でこんなの返し続けるなんて無理な話なのよ。バイバイ。やられてやられてやられて、攻略法が分かってやっと次に進める。それがトロールコースっていうもんなのさ。何言ってんだ今さら。左上イシエージいるけど、あのイシエージ落ちてこないんだな。じゃあ土管に入っていこうか。急に何か襲ってくるとかやめてくれよな。オッケーオッケー。そして右にフラワーがあって、左は何もないのかな。床ある、あそこ一旦行ってみようか。あ、床はあるけど、あのフラワー取れっていうことなんだね。わかりました、どうせ罠が。それコインの場所に行ってすぐ右に逃げればいいんじゃない？オッケーオッケー、これで左のフラワー取れるって。違う色が出てくるな。今度また右に行かなくちゃいけないの？あのフラワー絶対引っ込むと思ったよ。今度こそ取れるんじゃないの？頼む。もうやめて。しかも今度違うじゃんか。今度殺傷能力高いやつじゃんか。これ絶対取れないと思う。いや、今度こそ取らせてくれ。頼む。これで俺の勝ちだ。全然ありあり、上のフラー取れるもんだ。取れませんよ。ここさ、まだどうするか分かってないんだけど、左行くでは合ってんのかな。そして上のツタ登るでしょ。で、上のフラー取ったら、あ、この間から抜けていけっていうことなんじゃない。そして今度は取らせてくれんのか、フラワー。おーしよしよし、これが本物だったのか。そんでこのボム兵着火するでしょ。そしたら絶対にあの赤い土管からブラパドが出てくるよ。見てて、着火だー。ほら、読めてんだよ、そんくらい。昨日の天気予報ぐらい。さあ、土管に入って進みますか。そして次はフラワーダメって書いてるだ。え、これはダメってこと？ここ足場は？うわ、あるか。じゃあドアに入ったらやられるっていうことなんじゃない？うわ、左にチェックポイント。なるほどね、下のさ、ドア入ったらチェックポイント取れてたっていうことなんじゃない？まあ、こっから行って先進んでみようか。バブルが落ちてきて、ここはオンオフはさせてくれないということは、このハテナは？怖いんじゃねえんだよ。もう全員倒してやるよ、そのテレサどもで。早く回らんか。ボム兵を爆発させる。そしてこのブラパに一旦当たっておこうか。それでブラパいなくなるでしょ。そしたら先に進めて中間ポイントが取れるっていうことなんじゃない。頼む、取らせてくれ。よしよしよし。さあ、中間ポイント。オッケーオッケー。そしてこっからどうすればよかったっけ。バブルが降ってきたから、あのバブルを避けて先に進めっていうことか。で、オンオフしてキノコ取っていいのかい。いや、どうしよう、一旦取っておく。あのキノコ罠なような気がするんだけど。どうするのよ。しかも頑張って取って、ブブーじゃねえか。これは、え、いけないのこれ。いけませんね。まあ中間ポイント取ってるから全然余裕のよ。チャンネル登録お願いしますなよ。なんだってね。
意外と出てくるのが早いのよこの食いがさ。じゃあ次は何も取らないで右に進んでってみよう。そしたらベッドが壊してくれるっていう感じなんだねこのハテナはコインか。で右に進んでってみ、これさスター状態のまま行かなくちゃいけなかったんじゃない。いやでもここベッドが出てきたよな。頼む変わらせてベッド。ベッド任せてみんな、次こそこの場面攻略してみせるから。じゃあスター状態維持したまんま上下どっちだ、頼む2分の1あって返せ俺のペガサスの靴を。マリン、これであなたはどこまでも走れるね。どこへ向かうために、今僕が下を外したやつ見なかったことにしておいてください。いやこれどっち、2分の1今日は当ててみせるよ、やったしょうもな、じゃあここはすぐ上に行けっていう感じでしょ。オーケーオーケー、絶対あの花ちゃんは倒したらいけないっていうことが分かった。さあここはメットをかぶらせてくれたけど、このメットかぶっていいんじゃない。え全然いいよ俺。そしてこのパワーブロックを持って、上に行くで合ってんのかな。でこのパワーブロックで花ちゃん倒せ、置いてみる。あ何やってんだ、完全にバカやってしまった、ごめんね変なところ見せちゃってじゃあここはパワーブロック早めに投げておこうか。あら、パワーブロック投げても花ちゃんやられないんだな。え、これじゃあどうやっていくんだろう。メットを取ったらいけないみたいな感じ。一旦さ、扉出て右ダッシュしてみようか。ドアから出てすぐ右に行く。これでどうやってつららを抜けるかなんだけど、あ、キノコが手に入るのか。この状態ですぐこの靴を手に入れてこの花ちゃんを倒して進めっていうことなんじゃない。あのパウは関係なかったのか。うわ、どうしようかな。コイン叩く、いや気になるよな。右行っても笑っぽい。いやもう叩いておこうか。クレームが出てきましたけど、あ、いや合ってんじゃない。このトゲゾーが必要になるみたいな。おっしゃっしゃっしゃ。さあ無双状態だよ僕はもう。いやもう無双状態終わったじゃねえか絶対に。こっちは違うパターンなんじゃないの。あの扉の先なんかあるんだろうな。でなんで書いてる、ピットユー。ピットユーってなんだろう。でこのドアに入ればどこに続くかなんだけど、あ、分かった、もうこの音楽で理解した。これ新耐久っていうことなんじゃない。いやでも全然余裕、新耐久ベンチを食べるな音楽で新耐久ってことが分かるのはさ、完全に脳みそがトロール脳になってんだろうな。もうみんな助けて、早く脳みそ一旦リセットしないと僕がトロールコースに侵されちゃう、僕自身が壊されちゃうよ。じゃあここは上のハテナブロック、いや右のヒントがすげえ気になるな。メットダメ、そして左、あこれもう解いたやつじゃん。あのメットかぶったまんまここまで掘れるんかな。いやそしてなんだこのハテナブロックいやこっち開けてくれるんじゃないの。そして上に行けるっていうことはなさそうだね。でも下の赤ブロックが開いた、実はこっちが正解なんじゃないか。そうだろう制作者いやこれだからもう解いたんだって、めんどくさいことさせんなだからここは右ダッシュしていけっていうことだったんでしょう。そんな分かっとるわ。絶対上のハテナブロックから別のルート行けると思ったんだけどな。まさかこのドカンとか。もうちょっと自分を信じれピオキング。わかりました。じゃあここは10コインを信用していいでしょうか。いいだ、上の方だ、上が怪しい。おほほほ見たこの神回避。じゃあ10コインは信用しない、あのツタだ、それが正解。あっそのガチな、恥ずかしいからやめろ。結局さ、ツタの方でも10コインの方でもダメだっていうことだったね。じゃあここは一旦石エッジを落としておきたいんだけど、ジャンプしなきゃ降りないのかな。いや一旦右に進もうか。そして上ツタが見えるの分かる、あれすげえ怪しくない何が出てくる。だからここは右に渡っても上のツタの方は気にしないでおきますわ。下のツラーラか右のメットゥーか、下のツラーラの方に一旦行ってみましょうか。ならば上のメットゥーを手に入れる必要がある。行け家臣よ。イエスさー、メット名人を舐めるね本当に舐めたいや動画の撮れ高的に一旦失敗してほしいところだったんですけれども、これでカポン名人ということが証明されたね。そろそろ中間ポイントマジで欲しいんだけど、この石エッジの裏怪しくない。カモンにオンオフをしてくれ。そして いやこれどうやっていくの。いやこれ無理は、えこれゴールできる、やったまさかの中間ポイントにないパターンか。いやでもね、さすがワゴンさんがいいねをしただけのコースだけはあって、めちゃめちゃ楽しかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、 SHB ゴロさんザリアルメーターナルということで、このコース説明文にレインボーロードって書いてるから、レインボーロードをイメージしたようなコースなんだろうね。いや美しいね、あのさんね、説明文を見るまではレインボーブリッジだと正直思ってましたね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.55%。
どんな感じのコースなんだろうね。レインボーロードって書いてるぐらいだから絶対マリオカート要素出てくると思うんだよな。おそらくピー風船を取って先に進めみたいな感じと思ったけど、まさかの木え、このコースさ、マリオカート要素あるんじゃないの？速攻中間ポイントもらえたけど、僕のマリオカートは宅急便来た。はい、今出ますよ絶対聞かれた。今の僕のマリオカートはどこっていう叫び絶対聞かれた。いつもさ、宅急便同じ人なんだけど、私に来る人今日ちょっとおかしかったもん、引いてたもん。あ、どうぞ恥ずかしいよ。恥ずかしいなら自分が配達員そのものになればいいじゃないか。これで問題解決だね。くっ、これが東大モノクラシーっていうやつか。マリ、僕と一緒にウーバーキングを設立しようじゃないか。これでみんなに何かを届けられるね。花を越え、風を越え、そしてバレオも越えていく。そしてブランコに乗って、みんなは今日通販で何を頼んだんだい？トイレットペーパーかい？それとも YouTube で流れてくる怪しげなダイエットするとか脱毛するとかそういうサプリかい？さあここはバレン乗って、いやギリギリ掴まれるんだろ。そしてここはクモン乗って、これもうゴールなんじゃない？落ちた時が本当に人が落ちた時の悲鳴みたいななってんだよ。ここ落ち着いていこうか。でここはフラワー取っていいのかな。いや絶対ゴールなのかな、これ。なんか見た目ゴールっぽいような気がするんだけど、なにこいつ倒していいの？こっから右に行けみたいな。いやありがてありがて、こんな美しい景色を見させてもらって。さあゴー、意外と長いのね。え、これ蹴っていく？なんかさ、倒すのもったいないの、蹴っていこうか。いや、ついてって跳ね返る。おほほほ、危ねさあ鍵を手に入れましたけど、この鍵の輪に入って次は何があるんだ。なんか中間っぽ、え、なに、え、なに、なにこれ。え、どうすりゃいいんだろうな。上に行けってこと？これ登るの絶対ぶつけよ。しかもさ、なんかカメックいたでしょ。このカメックがどんどんブロックを壊してくる。あカメック倒すだけでよかったのか。ちょっと上気になるよな。上登ってってみようさっきと同じことすんだ。いやすげえ上が気になる。どうなってんだろうな。右上真ん中の方に登ってってみようか。ここ今絶対挟まれたと思ったもういいってそのやられ方。どうにかして上に行きたいね。ここまで来たらめちゃめちゃ気になってきた。どのタイミング、このタイミング、うーまーと思ったけど行けなかった。いや次で行くよ。 OKOK で上は何もないかい頑張って行ったのに何もないというね、悲劇のヒロインでした。悲劇のヒロインじゃなくても僕は常に何かのヒロインですけど、さあここは鍵手に入れたね。ボス戦はそんなに難しくないっていう感じか。これさ、レインボーブリッジ、あ、レインボーブリッジじゃねえ、レインボーロードをどうイメージしてるんだろうな。ちょっとマリカー要素が全然なくて分かんないんだけど、じゃあ最後は上に乗ってゴールしようじゃないか。もういいや、めんどくさいやでもね、コースはめちゃめちゃ楽しかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、バネだらけの一発マリオということで、説明文にイライラ指数高いので注意って書いてるんだよね。確かにすごくイライラしそうなコースだよな。サムネを見る感じ大量のバネが設置されてると思うんだけど、そのバネが全部上下左右バラバラなんだよね。でそれを登っていけみたいな、なんとふざけたコースなんでしょうかそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.47%。 でもね、やる前からめちゃめちゃワクワクしてるわ。あのバネってさ、触れた瞬間弾けなかったっけ？どうやって弾けるのか、やる前からワクワクしてるんだけど。さあドアに入っていきましょう。そしてこっから大変なことになりすぎだろ。一旦真ん中行ってみる。いや真ん中行けないのかな。真ん中行って絶対ぶつけ、これ最初真ん中で間違いないと思う。真ん中以外にだっていけないもんな。いや真ん中も行かしてくれないんだよな。頼む、どんどん上にやらしてよ。こっから上、なんか上からめちゃめちゃパネ降ってきてない？あ、このパネをどんどん重ねて上に行けみたいな、なんかそんな感じで行けそうだよな。でこのまま上に行って、あ、コイン見えたよ。このコインを全部集めろっていうことか。そんなに難しくないんじゃない？いや届かねえな。ダッシュジャンプで届く。オッケー、でも左どうやって行くんだ。あ、こっから行けるっていう感じか。あ、これもう全部集まるよ。そんなに難しくねえかもしんない。行ける、行けるぞマリー。そのまま上に行ってやめろって。くっ、よし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 。あ、運ゲーですね。運ゲーの極みですよ、クロコス。あ、なんかめっちゃいい感じで行けたね今。
あの調子で全部食べる。いや、もうめちゃめちゃじゃねえか。やめろやめろ。どうすりゃいいか全然わからんぞこのコース。じゃあさ、ここにあるバネを持って一旦崩そうか。ここで投げてバネを崩してみる。でこっから上に行けばいいのかな。もうこれね、成功法とかないと思うんだよな。キャラの操作も全然できないもん。いや、なかなかいい調子できてるよ。このまま左に頼む。あと1個、あと1個取れれば。よし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 。そして右下にドアがあったよな。いや、見えねえな。もうどうすりゃいいのこれ。下に行ける。見つかして。いや、邪魔くせえ。あのバネが、あのバネのところに行けば行けるんだ。頼む。バネ、おとなしくしろバネどもが。ただバネるしか能がないくせに。ナイス、いいところで2枚取れたね。ここでまだ3枚目。あと2枚。よしよしよし。あと1枚、あと1枚頼む、取らして。邪魔だな。この間を抜けろっていうことか。いい感じのところに来てるんじゃない。そしてこの間、間に刺して、間に。いや、待って待って、ここさ、一旦バネを抜かしておかなきゃダメなんじゃない。これ右下だってドア入れないじゃん。まあ、いや、一旦取ろうか。取らしてくれって。頼む、この間。オッケーオッケー。そしてこの、一旦当てようかこのバネ。動かねえのか。ちょっとどっか行ってくれよ。まあ、あの1枚がめちゃめちゃ難しいんだよな。そして時間意外とあるもんだな。オッケー、取れた。待って、あとこのドアに入らして。どう行こうか。これは、右下から攻めた方がいいよ。邪魔だってこれ。邪魔すんだ。語彙力なくすってこのコース。ワードはギャーとかしか言えないって。いや、なかなかいい感じできたな。そのまま頼む。オッケー、よし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 。で、一番上のコインを取れば終わりっていう感じだと思うんだけど、取れるかな。ここ、うまい。そしてこの下はどうなってんの。やった。これめちゃめちゃ運良かったんじゃない。こんなに早くクリアできると思わなかったな。まあ、運も実力ということですね。しかも見て見て、みんな、久しぶりに最速を取ることができました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。